サーカスだ、サーカスだ、サーカスがやってきた。こんな田舎の小さな町の境内に大サーカスが来るなんて、そいつは本当に驚いた。まずは愉快なピエロの曲芸、3人揃って玉取りです。うわピエロだ、本物のピエロだ、初めて見たぞ。おい、おい、何やってる、早く引っ込めろ。さて、皆様気を取り直して、次なる出し物はお待ちかね。当座自慢の紅一点、レリア城によるスリル満点の綱渡り、とくとご覧あれ。あの子だ。やっぱりサーカスの団員だったんだ。この町にサーカスがやってきたという噂を聞いたとき、もしかしたらと思ったんだ。どこの子だろうってずっと気になってた。今俺の隣に座ってる人も同じだろう。いや、それだけじゃない。今ここにいる他の連中の多くもみんな同じこと考えてここに来たんじゃないのかな。あの子がいるんじゃないかって、まるで引き寄せられるように。さて次は驚くなかれ、三段片馬綱渡り。綱を下は硬い地面、押したら最後あの夜雪、棒を持つ手も震えます。おい、何をしとる、早く引っ込めろ。さてさて皆様ご安心を、落ちたところが運よく地面、海じゃなくてよかった。海なら溺れてサメの餌。皆様お待ちかね、ナイフの女王の登場です。女王の放つナイフはまさに間一髪の離れ技、そして的はなんと金髪の美女が。どうだい団長さん、俺が一番の花形だ。これでレリア城は俺のもの。そいつはどうかね。何？続けたまえ。まだナイフは残ってる。くそ、アザラシめ。見てやがれ。おお。あれれ、とんでもないところに刺さったよ。バカな。こんなヘマ。それで花形かね。くそ、見てろ。トリックだよ。免疑だな。何をしとる、早く引っ込めんか。グズグズするな。ジョー、何してる、早く引っ込め、お前の出番は終わった。待ってくれ、もう一度チャンスをくれ。チャンス？そうだ、レリア城は俺の花嫁になるんだ。さあ皆様、私ナイフ投げのジョーがこれからとっておきの曲芸をご覧に入れます。ほう、面白い。皆様お聞きのように、これよりナイフの女王による本邦初公開のショーです。とくとご覧あれ。おやおや、これはどうしたことか、女王が床に寝転びました。一体何が始まるのでしょう。なんと天に向けて投げたナイフが女王めがけて落下。的はジョー自身なのであります。これはかのニュートンも驚きでしょう。リンゴの月に落ちてきたのがあのナイフ、しかし果たしてあれでリンゴの皮が剥けるのでしょうか。
パンパカパーン。さて皆様、次に現れますのは口から火を吹く大男、その名もドラゴンスタンダー。パンパカパーン、パン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 パカパーン。さて皆様、いよいよ最後の出し物は麗しのレリア城とパピルスキッタのハンサムボーイ、マリオによる空中ブランコショー。やめて。え？マリオ、ブランコに乗らないで。騙されてるのよ団長に。あの人は人間じゃないわ、悪魔よ、死神よ。あの男は人間の魂を集めるために楽しみながら人を殺してるのよ。私を利用して。マリオ、ブランコに乗ればあなたは必ず死ぬわ。お願い、すぐに降りて。愛してるのよマリオ。レリア、心配しないで。僕は失敗したりしない。このショーを立派に成功させてみせる。そしてこの一座の花形になって君に正式に結婚を申し込むつもりだ。マリオ。さあ行くよレリア。マリオ！あっ！皆様、ああ、なんと嘆かわしいことでしょう。今我がパピルス大サーカスはかつてない危機に瀕しております。有能なる団員たちが不慮の事故で次々と死んでしまったのです。後に残されたのは無能なピエロ一人と年取った団長、そして可憐ゆえに非力な麗しのレリア嬢だけです。どうかどうか我々をお助けくださらんか。お客様の中にどなたかこの一座に加わり、その若い才能でパピルスの歴史に新時代を築こうという方はおいでにならんか。才能があれば花形スターになれる。この一座のスターになればなんとあの麗しのレリア嬢を花嫁にできるのですぞ。なんだって、あの美少女を花嫁に。これやろうかな。俺もどうですか、どなたか我こそはという方は。レリア、レリア、早く降りておいで。団長が流行っているうちに逃げるんだ。さあ何してるんだ、早く。あいつは悪魔なんだろ、僕と一緒に逃げよう。あなたもいかがですかな、ね。